今日は JR 大宮駅に来ています。なんと本日ここから大宮駅始発の臨時の快速電車が出るということでやってきました。大宮始発お座敷快速海の国号、大宮海の国号ですね、こちらに乗りたいと思います。大宮始発でお座敷列車が運転されるのはかなり、貴重です。というか、前例があるかどうか微妙ですけど、多分ここ最近では初めて、もうここ3、4年レベルで初めてじゃないでしょうか。今回ですね、9月31日までのですね、夏の臨時列車に分類されているもので乗るわけですけど、それの夏の臨時列車以降、つまり秋の臨時列車ですね、お座敷列車花が、稼働なしということで、今現在設定されている、団体以外のお座敷列車だとしたら、今回のこの大宮海の国号以降です、設定がないということで、今後、花号も、残りわずかな命と言われてますので、これが最後なんてことはないといいですけどね。さあ、例の物がやってまいりました。大宮駅7番線よりお座敷大宮海の国号です。こちらが日本で唯一走るお座敷列車になってます。お座敷4番今回3号車のお座敷指定しています。やっちまったな、お座敷列車のうちは裸足だよ。ちょっとこれは今の時代してやっちまった感ありますけど、しゃあない。いや、お座敷久しぶりに乗りました。今回角の席予約してるんで、こっち側もまた自分のスペースとなっております。この列車は全ての座席指定席となっております。お買い求めいただきました指定席番号を確かめの上お座りください。この列車は6両編成で運転いたしております。先頭車両1号車2号車の順に、一番後ろの車両は6号車です。この列車はデッキトイレ含めて全て禁煙となっております。おタバコはご遠慮ください。携帯電話、スマートフォンをお持ちのお客様にご案内いただきます。座席での携帯電話の通話は前のお客様のご迷惑となります。お手数をおかけいたしますが、デッキでのご利用をお願いいたします。途中止まります駅と到着予定時刻をご案内いたします。次は北高に止まります。次の北高には7時34分新安津7時43分立川8時1分、八王子8時15分、高尾8時25分、大月9時6分、勝沼武道橋9時25分、円山9時29分、山梨市9時34分、伊沢温泉9時39分、甲府9時45分、稲崎9時55分、長坂10時10分、終点小口沢には10時18分の到着予定となっております。大宮発車時点ではこんな感じの小屋ですね。一車両に、一テーブルに3人か2人ぐらいいるかなって感じです。こんな感じの座席になってまして、掘りごたつ式ですね。で、確か今コロナの影響で真ん中の座席だけ使用中止になってます。ただ向かい側の人は全く知らない人なので、ちょっとどんちゃん騒ぎするのもね、ちょっと今の時代よろしくないかな。それ以降ですよね、コロナの影響でいろいろ使い勝手の悪さがまた出てきちゃってる感あるんで、団体も入らないですからね。それで車両の老朽化相まって、今後いつまで走るかよくわからない車両です。ここから先、武蔵野線の西浦和支線の方を通りまして、武蔵野線へと入ってきます。
の区間の座席乗ってるのってかなりリアですね。だいたいこれの設定って武蔵野線発か新宿三鷹発で奥多摩とかあとは小淵沢なんですけど、今回は珍しく大宮発で小淵沢と。 JR さん小淵沢行かせるの好きですよね。小淵沢って何もないし、今小海線も止まってるんでね、本当にもう小淵沢から先どっか行く以外のあれがないんですけど、本当にもう小淵沢にこの電車行かせてんじゃなくて、多分土地の交付とかのね需要も考えるでしょうけど、ちょっと小淵沢何回行かせた気が済むねって感じです。で車内間の移動ね、まず靴に履き替えなくてもスリッパというものがありますので、あちらでトイレに行ったりとかはできます。正直使いにくいではあるんですけど、この反対側の席の人も一応あっち側に荷物置き場があります。パカッと蓋を開ければね荷物入るんですけど、一応ちょっとやってみます。これが荷物用のやつです。これパカッと開ければね荷物入りますが、まあ、正直使う機会はまああるっちゃあるんですけど、まあ、横に置いときゃいいかなっていう感じですね。でポットがあります。昔このポットでお湯を沸かしてですね、確かカップラーメンを食べていた猛者がいました。まあ、別にね問題はないと思いますが、トイレの水は井戸水であんまり飲むことは推奨されていないですので、ぜひ、まあ、ミネラルウォーターかなコンビニで買ってきてお湯を沸かしてください。別に置いてある分には使ってもいいと思うので。あとデッキにですね、確か冷蔵庫が置いてあります。その冷蔵庫も普段臨時列車で運用される際電源が入っていますので、まあ、使うと思えば勝手に使えますし、まあ、実際使っている人も見たことがあります。まあ、推奨されるべき行為かどうかは分かりませんけど、お酒とかを買い込んで冷蔵庫にぶち込んでおけばいつでも冷たいお酒飲むことは可能ということですね。まあ、本当に推奨されるべき行為かは分かりません。多分正直置いてあるものはまあ使っていいという解釈で考えたらまあ使っていいんでしょうね。じゃあトンネルを抜けまして、今埼京線中浦和駅付近です。このちょうど上が埼京線の中浦和駅になってます。あれ下が武蔵野線ですね。武蔵野線の武蔵浦和駅の方から来ている線路とここでクロスして、もうすぐですね西浦和駅先で合流します。本当にもうお座敷列車花に乗るときは新宿発じゃない限りドア内で武蔵野線通りますね。なんか花に乗った場合だいたい中央線に連れてかれますね。秋になるとちょうど今西浦和駅通過してますけど、秋になるとまあ大体小淵沢に向かう臨時列車が設定されるのは毎年恒例ですね。桃源郷パノラマ号とか、まあ、そんな名前でよく新宿発で設定されます。まあ、八王子発じゃなくて千葉市発もあるかな、桃源郷パノラマ号の場合は。工場あるんですよ。これ余談ですね。東京バナナファクトリーがあるんですね。今秋ヶ瀬遊水地って荒川の貯水池を通りまして、列車は荒川を渡ってます。この列車高崎車両センター所属の車両になっています。今名前変わって群馬車両センターという名前になったのかな。で、一応高崎の車ではあるんですけど、使われる時は本当に中央線方面また青梅線方面ばっかりで感じですね。団体列車とかだったらこの前新潟の長岡に行く団体があったりとか、あと山形に行く団体があったりとか、あとこれ高直流電車なんでどこでも行けるので、北方面で使われるパターンもよく団体ではありますね。あとは貨物船ツアーなんか、自分もね乗った時これでしたけど、貨物船ツアーなんかで使われることもありました。僕が乗った時は臨海線とかこれで走ったのでかなりいい回だったと思います。
阪に到着です。東武東上線朝霞台駅と接続の駅です。料金はですね1990円になっています。まあ別に悪くない金額だと思いますが、青春18切符利用不可です。結構座席早く埋まったっぽいですね。僕はあの直前にキャンセルが出たんで買ったんですけど、直前というと4日前でした。まあ大体ね発車の直前とか前日とかに出るんですけど、今回駅ネットずっと見てたんですけどキャンセルが出なかったですね。お買い求めいただきました指定席番号お立ち上げの上お座りください。本日はやっぱり指定席券満席になっています。大宮朝7時22分って早いですね。お座敷桃源郷パノラマ号と同じ筋だったらこいつは10時18分に着かないので別の筋使ってると思われるんですが、いや早いよと7時にっていう、まあ、多分ね大宮駅のホーム使える時間的なのが多分このぐらいの時間しかないんでしょうね。回送特急電車の回送とかが入ってくるんで、大宮設定の臨時列車って早いんですよね。ひたちなか海浜公園の方に行くやつとかね、ブレオーシャンもそうですけど、7時台っていう設定が大宮発の場合多くて本当に朝早すぎてイライラします。この列車小渕さんの手前長坂っていう無人駅に止まるんですよね。桃源郷パノラマでも長坂は止まんなかった気がするんですけど、なぜか長坂止まるんですよ。誰が降りんだよって思うんですけど、まあちょっとは降りる人いるんですかね。列車中央線国立駅通過しています。ここからはもうひたすら中央線走るだけです。珍しいですね、本線から外れて中線に入りまして、一番奥のホームには貨物が止まっています。あ、反対が豊田行き。でも先行列車との兼ね合いで待機線に入ってきたんですね。これ座席なんですが、この一番口だけこう6人テーブルになってて、真ん中2つが、4人テーブルなので、8人ですね。8人テーブルになってます。で端がまた、6人テーブルになってるって感じなんで、真ん中発売制限かかってんのかな。なんともね、このテーブル私そう、もう一人知らない人ですけど二人だけなんで、真ん中は発売制限かかってるはずなんですが、どうなんでしょうか。ちょっとコロナの影響でね、いろいろごちゃごちゃなんですよね。そんなこと言ったらまた次の豊田駅来た。かなりかついところ走らせてますねダイヤ。先行の豊田止まりのやつですね。今日幕が快速豊田表示なのが気になったけど、え、なんかあそこ乗務員が歩いてる。あそこは別に鉄道の敷地じゃないんですけど、普通の住宅街歩いてるけど、かわいそうですね。車庫から駅までの距離歩くの
入出庫の電車があればね乗れたんでしょうけど、この時間は入庫ばっかりで出庫がないから運転手は歩かされるのか。というわけでここは中央線の、巨大車両基地、豊田車両基地です。今日はね、土曜日なのでいっぱい止まってますけど、まあ平日になるとこの時間だったらね結構出払ってるような時間帯ですね。でこの辺に新しい駅作ってくれやこらみたいな看板があったと思うんですけど、なくなったかなくなったっぽいですね。特急待ちの人かどうか見えないところですけど、八王子からちょっと乗ってきそうですね。先頭車両1号車、一番後ろ6号車、6両の編成で運転しています。すべての車両が指定席車両の特急列車で快速列車でございます。自由席車両はありませんのでご注意ください。長坂止まるくせに相模湖は通過なんですね。結構もう山の奥地みたいなところに入ってきました。なんかわかんないけど中線に追いやられましたが、ここは塩津ですかね。特急に抜かされるんだと思います。めっちゃ綺麗ですね。川遊びとかしてえな。こちら2号車と4号車にあるミーティングルームです。団体列車の場合ここ結構カーテン閉め切って使ってる場合もまああるんですけど、臨時列車の場合はカーテン開けた状態で勝手に座れます。団体の場合よくここ添乗員席になること多いですね。自分もここカーテン閉めて使ってたことあります。別に誰にも何も言われないし、車掌さんに怒られることもなかったんで、まあ別にカーテン使ってもいいんですが、あと一応電話がありまして、このね一応ミーティングルームは2号車と4号車なんですが、他にもあのフリースペースはあります。全ての号車にフリースペースあるので電話をしてまあできるんですけど、ただ多分使えるとは思いますね。使わないでくださいとも書いてないので別に使っても問題ないと思いますが、話す相手がいないので使ったことはないです。せっかく人がいないのであれなんですけど、このカーテンを閉めてこの照明をですね切ることができるんですね。この状態トンネルに入ったらね結構いいことが起きます。いいこと、まあ、すごいことが起きるんですね。まあ、ちょっと開けとくか一部。 CQ の、205川越線のやつですね。多分もうすぐするとトンネルに入るんでね、こうちょっとカーテンをちょっと短時間だけ閉めさせていただいて、
ちょっと暗い車内を楽しみましょうか。まあ、推奨されるべき行為ではないと思うんですが、本当にもう座席が知らない人とギチギチでみたいな時とか、もうグループでどんちゃん騒ぎまでいけないけどちょっと話したい時なんかはここを使うのが、まあ、ベストかもしれないですよね。まあ、ミーティングルームなんでその使い方で合ってるので誰も文句は言わないと思います。ここ開くんですね。お、なんかめっちゃ荷物入る。この区間は甲府盆地に向かって走ってるわけですけど、その甲府盆地に行く手前、笹子トンネルとかで結構長いトンネル通って一山越える感じなんで、まあもうちょいしたらね、こう暗いのがまあいい感じに見えると思います。そのすでに暗いんですけどね、ここ電気消せるなんてなかなかないですよ。夜行列車ぐらいじゃないですか、本当に線路なんて完全消灯ですからね。スカリーです。昔のこのスイッチバック式のあれが残ってるんですね。こっちか、こっちにもあるか、こっち側にも、線路が一応あります。なんか、まあ、研修施設で使ってんのかな。昔後輪の入れ替えとかやってたんですけどね。さあ、間もなく笹子トンネルに入りますので、ちょっとカーテンをここだけ閉めさせていただいて、いいのが見れると思いますよ。ちょっとなかなかじらしますね、トンネルに入るまで。もう一息あんのかな。お、おほほ、これはすごいです。じゃあもうカーテンはないんでこれなんですけど、この空気圧の音、サーゴトンネル、狭小トンネルでちょっと断面が小さいので空気の逃げ場がなくなるんですよね。すっごい耳がキーンってなります。いやー、この点滅もうトンネルのね、壁面のライトがピカピカってなるのがすごいですね。もうフリースペースの特権というか、なんというか、まあカーテンがあるおかげで楽しめる。電気消せるのがありがたいですよね。山鳥のフリースペースは確か畳とかになってたんで、カーテンが撤去されちゃってるんで、まあ、似たようなフリースペースはありましたけど、まだちょっとまた別な感じになってるんですよね。実は武道橋ね、車窓左側、これ下を見ていただくとね、 EF64 の0番台が止まってます。最近塗り直したから綺麗になったんですね。こっからの眺めがなかなかいいですよね。もうちょっとしたら三沢の手前あたりかな、もっといい甲府盆地の姿が見えると思います。この辺いいっすね、甲府盆地って感じがしますよ。こっちの方にほったらかし温泉っていうのがあって、結構日本の温泉ランキングでも上位な、温泉がありますけど、そこでもそんなような似たような景色眺められますね。ほったらかし温泉、あっちの湯こっちの湯っていうのがあって、多分もうちょっとここより上の方、あっちの奥の方に多分あると思うんですよ。いや、こっち側のカーテン欲しいですね。今日差しが強くてめちゃめちゃ眩しい。こっちは遮られるんですよ。だけどね、ちょっとまあ仕方がないですねここにカーテンがあればね、結構ありがたく、まあ、日差しを遮れるとともに結構暗くできるんですけどね。
甲府です。結構降りる人が多いんじゃないかなとは思う場所ですね。9時46分ですってことは、この人5分ぐらい遅れてますね。これ2号車になんだかわからないこの敷地がありました。これ電気ポット使用地って書いてある。こうポット置く場所だと思うんですけど、ポットはね各号車にあって、あっち側の角に置いてあるんで、なんでここにポット専用の置き場があるのか謎なんですけど、まあちょっと謎のフリースペースがあります。こんなとこにカーテンつけるんだったらフリースペースにカーテンつけてくれよ。つい先ほどね日の春駅を通過したんですが、普通列車は小松台駅に来ました。これ一応臨時の快速電車であるものの、一応ね抜かすんですね一本列車を。まあいいダイヤになっているんですが、この電車ね6分ほど遅れているので、それの日の春に止まってた小別台駅も6、7分ちょっと待たされていた感じになってます。でこっからがねちょっと多分大変だと思うんですよ。この電車小別台に着いたら降車確認をした後すぐに回送として出発させないといけません。その後に日式の小別台駅が入ってきて、これも降車確認をしてすぐに出さないと、10時30分あずさ79号がもう迫ってるので、本当にね小別台はねなんであそこの駅終着駅にするくせしてホームがね1個、まああと小海線側にも一応入れられますけど、まあ大体入れないですよね。だからホーム実質1本で当駅止まり回してるんで、ちょっとねあそこの駅どうにかなんないですね。少なくとも小別台と青梅だけは始発駅にしてほしくないなと思ってます。始発駅終着駅に小別台から、まあ、このパターンのお座敷電車とか、あと横浜が成田さん初詣山梨号とかの時、本当に優先ギリギリなんですよね。大体遅れて出発するんですよ。もうちょっとやめてくれっていうのが正直なところです。青梅と小別台だけはちょっとね好きになれないですね。まあ、あくまでも個人の見解です。なんで本当に長さが止めるのか意味わかんないんですけど、降りる人がいたら奇跡ですね。駅の待合室これですからね。自分も1回だけ降りたことがあります。ちなみに、所定のダイヤでさっき日の春で抜かした普通電車が3分後に決まってるんですよ。ということは、まあ、その3分という同じ間隔を降りる人がいた止めた意味がありましたね。所定のダイヤで3分差なので、小別台着いたら3分以内出さないと次の普通電車が小別台手前で止まってしまうっていうことになりますので、今回はもうそれよりも間隔詰まってますから、もしかして小別台止まりでしょ、入れるフォームが違うとかそういう感じですかね。長坂は別にそこまで強引に止める必要がある駅とは思えないので、長坂通過すればね、まあ、1分2分ぐらいプラスになって5分ぐらいの猶予が生まれると思うんですけど、まあ1人しか降りなかったっぽいですね。では次の終点の小淵沢です。小淵沢到着、ここビュー山梨とほぼほぼ変わらないような感じで改装されるんで、多分まあいろんな駅で長時間停車を繰り返して、転がいい時になったらまた小別台まで戻ってくる感じでやると思います。確か山梨ぐらいまで一旦戻るんですよね。でそれまでの間、いろんな駅の中線とかで暇を潰して、時間になったら小別台に戻ってきて、日の春じゃなくてもっと小別台の奥の駅、富士見駅まで一旦行ってから折り返すんですよね。でもこの辺の中央線留置場所が本当にないので、甲府まで戻るか松本まで上がるかしないと留置場所がないっていう問題があって、臨時列車も容易には受け入れてくれないので、一旦山梨市まで戻るんですよ。一旦上まで小別台で折り返さないで富士見まで行ってから
山梨まで一旦戻ってみるのに、なんかよくわからないことしてるんですよ。何回目ですかね、花で小林崎さんの。というわけで、終点小林崎に着きました。なんでミュージックコーナーしてんだ。次の電車来ましたね。というか折り返しでもうすでに遅れてるっていうかわいそうな事態。2番線に入るみたいですね。これ28分発でもう着いたの。32分。かわいそう。こいつがいなけりゃあれでしたけどね。帝国でつけたのに。次はいつ乗れるやら。いやもう一生乗れないかもしれない花です。いつかのやつ信じるか。というわけで今回は臨時快速お座敷宮海の国号に乗って小石沢に着きました。ではご視聴ありがとうございました。花冬の臨時列車ではぜひ設定されてほしいですね。